1、2、3、1、はい。これはあと響きが綺麗なところでソプラノでも結構みんなして歌えばいいところなんですけど、伸ばしてるところは絶対痩せないで、響きをつなげてくださいね。たっぷり伸ばすところが多いから、そのくらい注意してくださればいいんじゃないかな。その後もう一回歌ってあと行ってみましょう。もう一回自由、3、1、2、自由の川よ、うるうましの川よ、うさざの平和を守れ、うん、わー。